皆さん、焦点の時間でございます。平成もですね、残すところあとわずかとなりましたので、はい、ここでですね、我々式で考えていきましょう。平成に代わるですね、新元号を考えてください。私がですね、それに対してどのような願いが込められているか聞きますので、教えてください。はい、エーミルです。エーミルさん。私もね、新言語を考えました。ほう。こうです。ほう、これなんて読むんですか？ OK。OK、はい。はい。はい。どういう意味が？ OK！いや森吉にもほどがあるでしょまあちょっと面白かったよ正直ちょっと OK でねちょっとおもろかったはいはいロボロさんこういうねものを考えましたとこれ造花って読むんですけどもおお、はあ、一体どんな天地万物をね創造し育てることっていうものがあるんですけどもこれいよいよね次の元号ではね創造、いわゆる造物術ってあるね我々が、ついに汎用型 AI を完成させあそういうことシンギュラリティが来るとつまり作り出すとそういった年になるのではということで増加とはいありがとうございます動物はいすごいおおさん僕ね新しい年号考えたんですよほうこれ、これアンパンマンって読むんですよ。いやいや、マジで。これ安全を犯す男でアンパンマン。違う、お前、甘いわ。え？さあ、はい。どんどんさん。お？お？お？なんて読むんですかこれ？こちら、カエと読みます。ほう、カエ。いい響きよな。まあ、架空の蚊に移すと書いて、要するに VR のことを意味してるわけですな。つまり、これからはどんどんと、まあ、実体だけにとらわれる VR の世界も発展していくというわけで、蚊へということ。ああ、じゃあ僕の回答の虚構と似たようなもんですね。ちょっと違うと思いますけど。ちょっと気持ちが違う。ちょっと違うと思うな。似たようなもんですね。そして我々は汎用型 AI を完成させる。そうか。コインパーキングにですね、駐車しようとした皆さんはですね、その看板に見慣れない表示がありました。うん。それが何だったかを教えてください。うん。何入れてもいいですか？何入れてもいいですよ。はい！お、ゾムさん。お、早っ。いや、もうほんまに見慣れないものを見かけたんですよ。ちょっと見てもらえます？いやー、なんだコインパーキングの落書きやないか、お前、何入れてもええって。お前、これドライブ中に出てきたら俺成立するわ。はい。お、小島さん。いや、僕ね、まあ見たことはあるんですけど、ただ、えって思った看板があってですね。お、うん、いや、これだったんですよ。お前、これ天才だよ。これ、ひどいなぁ。チーズインハンバーグじゃないですか。あぁ、ちょっと待って。還元っていうの？還元って何これ？還元これ、これあれなんですよ。24時間ポイント還元チーズインハンバーグ。あぁ。じゃあ、はい。お、ロボロさん。いやぁ、僕の言ったコインパーキングね、こういうのなんですよ。ほう。ん？大丈夫これ行けよいやねこれね心のコインパーキングですわハートの H ですなこれあホテルの H じゃないんだあで俺とお前の心をコインパーキングしまってんじゃんそういややっぱねこのね社会の中で生きていくにはですねちょっと心をねあると邪魔な時もあるんでね一回ここに預けてねそういうことね俺どう見たらお前らが2人が入ってるいや俺もそうだと思ってお前すげえかな思ったもんいや俺もやねんじゃあ初めあのコインパーキングまで消したらそれにしか見えんくなってやだ